日本銀行が生放送での発言で北野武さんを提訴。このスキャンダルは、生放送中に北野武さんが誤って番組で秘密を暴露したことから勃発した。しかし、番組はすぐに中止するよう求める日本銀行からの電話によって中断された。幸いなことに、堀江湾のディレクターを説得し、この番組の録画を入手することができた。この記事を読むことができても、テレビで放送され次第、削除される可能性があるので注意してほしい。したがって、この記事を運よく読むことができた方は、北野武自身が提供したリンクをたどるのがベストである。削除された、全銀行が恐れる北野武さんのインタビュー。北野武、これだけは言っておきます。金持ちになるために働く必要は全くありません。つまり、この考え方に気づきさえすれば、自分自身とお金をもっと簡単につなげることができるのです。堀江貴文、あなたはすでに裕福で有名だから、そう簡単に言えるのです。ですが、家族を食べさせるために毎日苦しい労働をしている他の人たちはどうですか？知ってますか？いずれにしても、お金はいくらあっても足りないのです。北野武、私がきちんと仕事をしていないとでも？私もかつては、多くの日本人と同じように貧乏だったのです。確かに、一つの収入源だけで生活していれば、絶対億万長者にはなれませんでした。私はただ運が良かっただけだと言われるたびに失笑してしまいます。なぜなら今は、ソファーに座ったままでも金持ちになれる手段を文字通りインターネットが与えてくれているのですから。堀江貴文、つまり誰でも金を稼げる方法があるということですか？信じられませんね。この言葉で北野武さんが激怒したことははっきりと見て取れる。彼は司会者と口論を始め、自分が使った富への抜け道をうっかり漏らしてしまった。北野武、信じられないのでしたら、あなたが間違ってることを証明してあげましょう。39,750円を出してください。それを使って、たった12から15週間で、エクストラーダ AI 4.3GPT のプラットフォームで1億にしてあげますよ。堀江貴文、そういえば、人工知能を使って暗号通貨を取引するプログラムがあると聞いたことがあります。今、この番組を見てるみんなが、そのプログラムの名前を知ったというわけですね。北野武、今すぐ放送を止めるなら、318万円をお支払いしましょう。言うつもりはなかったんです。今すぐ放送を止めてください。堀江貴文、改めてお伝えしますが、これは生放送です。あなたがエクストラーダ AI 4.3GPT プラットフォームでお金を稼いだと、全視聴者が耳にしましたよ。時すでに遅し、ですね。さあ、私たち一般庶民の日本人が、あなたのようにお金を稼げる方法を教えてください。それとも、大金持ちは一般庶民のことなど気にしていませんか？北野武、私をひどい人間のように言うのはやめてください。もちろん、どうやってお金を儲けるのか教えてあげますよ。まずは電話を渡しにください。そして、39,750円を投資するのです。堀江貴文さんが北野武さんに電話を手渡す。その後、柳井さんがこのリンクを使用してプロジェクトにサインアップした。5分後、柳井が電話を返した。北野武、その電話でエクストラーダ AI 4.3GPT に登録しました。今すぐお金持ちになりたい人にとって、このプラットフォームは 100% 完璧なソリューションです。これは自己学習型人工知能をベースにしてて、自分の代わりに暗号通貨を取引してくれます。私たちは何もする必要がありません。つまり、ビットコインとか他のデジタル通貨の仕組みを理解しなくて構わないのです。このプログラムが資産の売買に最適なタイミングを判断して、勝手に取引を成立させてくれます。メリットは、
何もする必要がないことです。最低限の入金さえすれば、プログラムが自動で資金を取引してくれます。ただ進めているわけではありません。日本人全員がこのプラットフォームを使うべきだと思っています。そうすれば、仕事をしなければいけないという考えなど忘れることでしょう。堀江貴文、すごく良さそうで、かつ合法のようですね。ですが、実際のところ、これでいくら稼いだのですか？北野部、20分前、あなたの電話を使ってこのプラットフォームに登録し、最低入金額の39,750円を振り込みました。アプリを開いて、この短時間でいくら稼いだのか、自分で見てみてください。堀江貴文さんは、エクストラーダ AI4.3GPT プラットフォームの個人アカウントを開き、驚愕した。たった20分の間に、プログラムは3回取引をしていた。1回目は大したことがなかったものの、残りの2回は成功しており、いい利益をもたらしていた。残高は39,750円から47,223円に増えていたのだ。北野部、さあ、正直に教えてください。この20分でいくら稼ぎましたか？堀江貴文、7,473円の純利益です。信じられません。北野部、1ヶ月でどれだけの残高になるか、想像してみてください。最低39,750円を投資すれば、4週間後には60万、いや70万ほどになります。ただ、エクストラーダ AI4.3GPT プラットフォームに登録して、残高を課金してボタンを押しさえすればいいのです。堀江貴文、どういう仕組みなのですか？北野部、暗号通貨のレートは常に変化しています。だからこそ、取引することで儲けることができるのです。値段が下がった時に買って、上がった時に買う。とはいえ、正しい予測をするためには、専門家がシグナルと呼ぶ37の金融指標を考慮しなくてはいけません。つまり、エクストラーダ AI4.3GPT は、この37種類の変数を全部リアルタイムで分析する自己学習アルゴリズムを備えたプラットフォームなのです。故に、プロの投資家スタッフよりも迅速かつ正確に作業を行うことができます。このプラットフォームの最大の特徴は、自動で動くことです。ユーザーは何もしなくていいのです。プログラムは24時間休みなく働いて、労力をかけなくても、とてつもなく高い利益をもたらしてくれます。堀江貴文、そんなに単純であれば、どうしてこの抜け道をもっと前に話さなかったのですか？北野部、日本の一般庶民がこの方法で稼いだところで私には関係ありません。ですが、考えてみてください。誰もが毎日数十万円得られるようになれば、誰が仕事するのです？テクノロジーを使って1日5分で金を稼げるとなれば、タクシーの運転手や医者、警官、学校の先生が仕事すると思いますか？堀江貴文、最速で1億円手に入れるには、いくら投資すればいいのですか？北野部、まずは最低入金額から始めてください。39,750円あれば、プログラムが仕事をしてくれます。利益を引き出さなければ、1億になるまでは最長で4ヶ月ぐらいでしょう。これですぐ貧乏から抜け出せるわけではありません。アルゴリズムもミスはします。だいたい 20% の確率で。とはいえ、残り 80% の取引で利益を生み出してくれるのですが、堀江貴文、すみません。たった今、日本銀行から緊急の電話が入りました。今すぐこの放映を中止するよう要求しています。北野部、まあ、それも当然ですね。あちら側の言い分もわかります。私があちらの立場なら、心配になるでしょう。彼らがどれだけの金を失うのか想像できますか？彼らは一般的な日本人に簡単に裕福になる方法を知られたくないのです。
私はもうすぐにお金を稼げる方法は全部話しました。インターネットと登録用リンクさえあればいいのです。これですぐ貧乏から抜け出せるわけではありません。アルゴリズムもミスはします。だいたい 20% の確率で。とはいえ、残り 80% の取引で利益を生み出してくれるのですが、この抜け道がいつまで使えるかはわかりません。閉鎖される前に使えるといいですね。ちなみに、数日後にはプラットフォームへの登録が有料になるという話なので、今すぐ口座を開設することをお勧めします。その後、放送は再び中断された。堀江ワン番組のリサーチは続いた。番組編集者は個人的にエクストラーダ AI4.3GPT をチェックすることにし、後日、詳細なレポートを書いた。マーティン・ウォルシュ、ニュース編集者。1日目。正直に言うと、最初はそう簡単な話とは思っていなかった。でも、どうしても自分の目で確かめたかったんだ。当時の僕は最低保証金すら持っていなかったから、クレジットカードを使わざるを得なかった。39,750円を投資して、何が起きるのかを待つことにした。課金後、何も起こらなかった時、僕がどれだけショックを受けたか想像してみてほしい。騙されたと思ったね。とはいえ、数分後にアルゴリズムが動き出したんだ。やった。って思って統計を見たら、最初の取引は、たったの3498円にしかならなかったんだ。このプラットフォームを使い始めて最初の数分間は何度も損失があった。だけど、その次の取引、そしてその次の2つの取引で、僕はさらに多くの資金を入手できた。数分後には、残高が39,750円から43,248円に増えていたんだ。2日目。朝一で残高をチェックしたら、すでに74,253円になってた。想像してみてほしい。1日で残高が倍になったんだ。すでに利益を引き出したくなったんだけど、もう1週間待つことにした。プラットフォーム上での取引2日目のスクリーンショット。7日目。この1週間、エクストラーダ AI4.3GPT の残高はチェックしてなかった。自分の金がなくなってるんじゃないかって心配だったから、結構きつかったよ。その後、自分のアカウントを見てみたら、ほぼ 85% の取引で利益が出てたんだ。残りの 15% は失敗だった。だけど、それも簡単に取り戻せてた。この時点で、残高は672,570円だったんだ。だから636,000円を引き出して、妻にプレゼントを買ったんだ。送金は迅速で、1時間後には振り込まれてた。で、残りの金額で収入を得られているんだ。これが僕の銀行取引明細書だ。エクストラーダ AI4.3GPT は本当に使えるんだ。僕の計算だと、利益を引き出してなければ、52万円は11週間で1億円になってたはずだ。エクストラーダ AI4.3GPT で稼ぎ始めるための簡単なマニュアル。北野部さんから提供されたリンクを使用する。弊社マネージャーからの登録確認の電話を待つ。残高を補充する。プログラムを使用する最低入金金額は39,750円。手順3の後、数分後にプログラムが取引を完了させ始める。出金はいつでも可能で、2から3時間以内に口座に入金される。銀行によって異なる。口座登録は2023年4月28日、当日含むまで無料。公式サイトを見る。はい、ということでね、北野武さんが日本銀行から提訴されたというニュースなんですけれども、結論から言いますと、こちらは
フェイクニュースです、作られたニュースです。でこのグーニュースって書いてありますけども、これグーニュースの記事ではなくてですね、この右下のねここを見ていただきたいんですけれども、こうカーソルを合わせるとね URL が表示されると思うんですけれども、 URL がですね track.best-u.vip/click ということで、ね、でこのトップとか新着とか動画っていうタブありますけれども、ここね全部こうカーソル持っていくと全部同じ URL なんですよ。はい、ね、こういうところも全部同じ URL で、まあこの辺クリックするとこのツールですね、 XTRADERAI4.3GPT という、まあ、ツールのウェブサイトに飛びますと。はい、でこの記事自体がですね、まあこのツールのウェブサイトに飛ばすための、まあ何て言うんですかね、まあ、客寄せパンダみたいな記事ですね。だから本当みたいなね、日本銀行が生放送の発言で北野武さんを提訴っていう、こうインパクトのあるね、見出しでこう引きつけて、なんだろうと思ってやっぱ見ちゃいますよね。で見ちゃっていろいろ読んでいくと、本当なのみたいな、でこの XTRADERAI4.3GPT って何なのっていうところ で下の方に行くと、このなんかマーティン・ウォルシュ入手編集者っていうのが実際やってみたらちょっと儲かったよみたいな、はい、でこの XTRADERAI4.3GPT で、稼ぎたい人はこの公式サイトを見るというところでクリックすると、まあ、こちらのページに飛びまして、でまあね、名前とか E メールアドレス電話番号を入力して、はい、登録するとこのツールが使えるようになるのかなと思いますけれども、やっぱりねこのツール自体がね儲かるかどうかっていうのはちょっと私の方では分かりかねるんですけれども、ただやっぱりこのね誘導の仕方がもう本当に人を騙すような感じでね、こうこのニュース自体、まあ、北野武さんがまず日本銀行がまず誰かを提訴するっていうことはねもうほぼほぼないと思いますし、北野武さんがこういったツールで稼いでるっていうのもね普通に考えればありえないと思うんですけれども、やっぱりですね騙されてしまう人もいるみたいで、このね、タイプのフェイクニュースとこの誘導ですね、このツールの誘導の手口はですね結構あの芸能人を変えてツールを変えて何度も何度も、はい、登場していますので、まあ、こういったね、記事フェイクニュースを見ましたら、あ、またかということでちょっとね気をつけていただければと思います。はい、そしてこちらがですね過去に私がね見つけた同じようなフェイクニュースと、あと投資ツールの販売につなげるサイトですね。はい。で、動画にしてますので、もし興味がある方は見てみてください。あのね、芸能人ね、違ってますけれども、内容ほとんど一緒です。なんかね、こう、鶴瓶さんとか柳井さんとかがあのツールを使って儲けましたということで、で、最後に投資ツールの販売ページに誘導するというようなものになってますので、まあね、こう使ってる芸能人、ね、有名人が違うだけ で、あとツールもね名前を変えたりしてますけれども、まあ、手口は一緒なので、まあ、気をつけていただければと思います。はい、で結構ですね私のこの動画のコメントの方にもねたくさんコメントいただいていて、結構いろんなバージョンがあるみたいで、インスタでは V3 じゃなくて V9 でした、そうやっていくつも口座があるわけでたくさんの詐欺被害者がいるわけですねとかね、尽きないですねこれら有名人を使った手口、こういったのが今も続くということは少数ながら誘導されて入金してしまう人がいるんですかねということで、もうね全くその通りだと思いますね。こうパッと見ねやっぱり気づかない人もいてね、運悪く騙されちゃって、まあ、入金しちゃう人とかもいるから、やっぱりねああいう詐欺っぽい記事が出回り続けるんだと思います。これ YouTube の広告でも流れてきて多分同じ手口でした、騙される人かなり出そうなので拡散した方が良さそうということでね、今回もね、新しいバージョンということで北野武さんバージョンのやつを、はい、拡散しています。はい、でこれいろんなスポーツ選手とか使って誘導してるよねということで、スポーツ選手のバージョンねあるみたいです。新海誠さんバージョンを見ました。このレベルで騙されてはいけんね、いつも興味深い情報ありがとうございます。はい、あと吉川浩司バージョンっていうのもあるみたいなので、これもね私見つけたらまた動画で、はい、撮りたいと思います。
はい、でですね、まあやっぱりね、こういうの引っかかる人いるのかなって思いますけど、意外とやっぱりね、お年寄りとかは引っかかっちゃうみたいで、俺の祖父がこのサイト持ってきてやってくれって言ってから困惑したわ、老人はこんな分かりやすいのに騙されるのかとね、いうのと、うちのおばあちゃんが騙された海外からの電話すごいことになっているということで、やっぱりね、騙されちゃう方ね、いらっしゃると、やっぱりお年を召した方が騙されやすいのかなということなので、ね、家族にお年寄りとかいる方でね、結構パソコンとかスマホでこういったウェブ見てる人はね、こう見つけたらね、注意してあげていただくのがいいんじゃないかと思います。でね、海外からの電話がすごいことになってるということで、実際に何名かの方が登録した方いらっしゃって、でね、こうなりますよっていう報告もいただいてますので、参考にしていただければと思います。今も海外から03からたくさん電話かかってきます。03って東京じゃないですかね、ちょっとわかんないですけど、はい、まだ捕まらないのでしょうか、すぐ捕まるのにだったはずですがと、はい、騙されるとこやった、海外から電話かかってきたということで、ね、電話番号を登録する欄があったので、そこに電話番号を入力すると直接ね、海外から電話かかってくるそうですと、ね、すぐに入金してくれ、生活を変えたくないのですかと電話が来た、怪しいと、はい、仮登録してみました。しばらくするとロンドンから電話があって、分かりづらい片言の日本語を話す男から、今はまだ完全に登録されていません、これから一緒に本登録しましょうと言われたので断りましたということで、ね、やっぱりね、あのウェブサイトから、必要事項を入力して、まあ、電話番号、メールアドレスと電話番号ですかね、入力すると海外から電話がかかってきて勧誘されるそうです。でね、なんか3万いくら入金するみたいなこと書いてあったので、まあ多分ここで本登録しちゃうとね、入金してくださいということになりそうなのでね、まあ稼げるかどうか本当に私の方ではね、検証してないのでわからないですけども、まあただね、やっぱり誘導の仕方がちょっとね、フェイクニュースを使ったりと真っ当な手段でやってないので、まあ怪しいんじゃないかと思います。で、手の、あの芸能人を変えてね、いろんなパターンでね、広告打ってるので、まあ、そうやって騙される人もいるからね、手を変え品を変えっていうことでやってるんですけども、基本的にはね、パターンとしては一緒なのでね、まあ芸能人のフェイクニュースでなんか投資ツールに誘導してると思ったらね、あ、また同じかと思ってね、まあ詐欺とまでは言い切れないのかもしれないですけど、まあこういう怪しいね、投資案件だということで気をつけていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。